ぺこぱチャンネル日本ダービー予想よーさあ、ということで今日日本ダービーでございます。はい、はい、ということでね、ぺこぱチャンネルでちょっと日本ダービーの予想してみようじゃないかということで、うん、競馬ですね。競馬ですよ。なるほど。さあ、まあ大きい大会なんですよね。そう、なんか僕もあんまり詳しくないですけど、はい、どうなんですか、日本ダービーってのは結構こう荒れるとかあるんですか？いや、これがね、俺もそんな詳しくないのよなんか結構やってるイメージありますけども。いやいや、まあ知ってるけど、はい、そう、最近どういう傾向なのかとか、お前なんかで今誰が強いとか全然わからない。年々この毎回こう本命が破れるとか、なんかそういうあれではないのかね。全然知らん。まあでもなんか自分たちも知ってるなぐらいの名前の人とかもいますかな。まあ、だからジョッキーだったらね、はいはい、例えば武豊さんだったり、はいはい、ルメールさんとか出てるけど、ねね、もうそこはなんか、はい、番組とかね、はい、あの出た時とかにも結構知ってるから。ただ情報としては、はい、3歳馬です。おお、オス両方です。え、オスもメスも？メスいます、1人。あ、そうなんだ。レガレイラ、ヒンバ。しかもヒンバ1頭だけなの？しかもめっちゃ人気。いや、ルメールでしょ、だからルメール。うわー、これルメールだよね。ルメールとレガレイラ、男女カップルです、はい。本日のサラダは、予想しろよ。そうです、本日のサラダは小倉のサラダです。小倉サラダね、はい、今日小倉来てますからね、いただきながら予想したいと思います。はい、そうなんです。だからこれちょっと難しくて、俺も全然わかんない。なるほどな。ただちょっと1頭本命ぐらいはちょっと今日この場で発表しようかなって。なるほど、お互い。あ、でもこれそうや、公開するのがもうダービー終わった後やったらさ、なんかあいつら競馬終わってから予想して、なんか競馬終わってから予想して、このダービー終わった後この動画撮って当たった風に見せてるみたいな、時間見せてる。時間、あれあれ、はい、はい、今まだ午前11時15分です、はい、本当にこれから僕らもお笑いステージがあって、そういうこと、この後に、競馬のトークショーとかもあるんで、はい、もう予想会ですね。でもだからその前にも僕らはやっとこう。でも時計ぐらい裏でいじれるやんみたいな。そんな面倒くさいペコパってそんな面倒くさいことするのってなっちゃうからね。もう11時台ですからね、はい、僕は決めました、はい、本命、はい、1枠1番サンライズアース。そっち行った。皐月賞12位です。おお、なるほどね。理由、うん、逃げ馬大好き。おお、まあ逃げ馬の方がまあ最初強いのか。そうそう、だから最初強いのか。なんか最初さ、逃げ馬ってさ途中まで1位じゃん、うん、だからワクワクするんだよね、見てて、はいはいはい、で、あ、もしかしたらあるかもっていう期待を持ちたいの、うん、どう負けるかっていう話、うんうん、あ、どうせ刺されるんだけ ど、はいはい、ただ今日暑いから、うん、みんな後半来る馬もあっちっつって、確かにやる気なくなってそのまま逃げんじゃないかと。案外まくれないっていう。そう、だから俺サンライザース、素人の予想でございます。どうだレンジ？レンジ詳しい？レンジ詳しい、どう？いや、詳しくないですけど。買ってるやん。サンライザースは僕も買いました。おお、マジで？てんのかよ。あるよね。それなり3つの、例えば3連単で選んだときに、その3つの中にレンジは入ってるってこと？いや、穴場で買いました。おお、舐めてんのかお前。俺、本命だってのに。じゃあ来ない、来ないみたいな。でもそういう展開もねってことだよね。さあ、なるほどね。僕は1番のサンライザース、はい、僕もね結構見てたんですけど、うん、僕結局なんかこう今までの戦績とかで見ちゃったりとかするんですよ、うんうん、なのでなんかこう武豊さんとか、はい、こう戸崎選手とか、そうだよね、なんかこうやっぱ1着で来てる選手、シュープレってさ昔からこういうなんか買いますさ、その競輪もさ競艇もそうだけど、うん、割と本命好きだよね。そう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 、はい、そこからなんかこう2、3着で崩してくるタイプなんだけど、本命は行きましょう。割と、うん、そうそうそう。だから僕はね、おラモス・ルイさん、ね、いねえよ出てねえよ、えボロ負けだよ。走れるかよ、もうあのジジイなんだからさ30メートルぐらいでもう歩ってるよ、もうめっちゃ悪口言うの長めのそんないねえよでいいのに、こう開けたらラモス・ルイぐらいでいいと思ったんで、緑のユニフォームで走ってねえよ、うん、いや、ヴェルディ川崎の当時ね、いや誰が J リーグカレーだよ得意な世代だと止まんないんだよ。田島さん、おめえ。そうですね、僕ちょっと見てていいなと思ったのが、うん、シックスペンス。シックスペンス。シックスペンス。6枠12番。6枠12番。はい、シックスペンス。川田騎手、川田騎手。川田かな？川田騎手かな。あ、すごいね。前走1位、前々走も1位ですよ。うん、なんか
今年のその3月も1位で、うん、でまあ年末12月も1位でみたいな、うん、なんか名前もかっこいいし、なんかシックスセンスみたいな、第6巻みたいな、なんかこのシックスペンスでシックスセンスってあんまり言いたくない派、こっちは何やそれ、うん、派閥で分かってないんだよ、違う例えでいきたい、シックスペンス、うん、センスそんな愛なのもいかないと、シックスセンスみたいな、ね、もうこんな会話したくない、浅かったな、浅いんだよ己何あるほどに、えシックスペンスか、シックス、シックス、浅いんだろ、シックスセンスだと、いい文字にしてよ、うんと、シェイクシャック、全然違う、シェイクシャックハンバーガー屋さん、ハンバーガー屋さん、シャック、シャクラレア、シャクラレア、うん、どこ、シャクラレア、C しかあってんやん、シュウペイさん、シックスセンス、シックスペンスね、ペンスさん、シックスペンスで僕行かせていただいていいですか、ちなみにレンジはシックスペンスはどう、ないです、あー全然分かってない、あらららら、素人いたわそこにこれでもしっかり答え合わせできますから、そうですね、まあでもこのあと我々一部二部で予想するんですけども、二部で変わってる可能性あるんで、ただ現時点ではね、はいはい、わかりました、うん、これでもう出走前ぐらいに上げちゃおうか、逆に3時ぐらいに、いいよ別にな、俺もしかしたら7枠15の番のジャスティン・ミラノにする可能性もあるからね、あ、ずらす可能性ある、うん、どこ何番、ジャスティン・ミラノ、ジャスティン・ミラノ、ジャスティン・ディーバーみたいやな、でしょでもおいでしょ、否定してこいよ、浅いだろ今のジャスティン・ミラノ、ジャスティン・ミラノも俺あるかなみたいな、外枠からなんか行きそうな感じするし、サツキ賞勝ってるもん、そうでしょ、だから前回の、うん、サツキ賞も3歳馬だっけ、はい、そうだよ、だからこの中にサツキ賞を一緒に走ってる馬が何頭かいるんですよ、いる、ね、その中でもやっぱ1位取ってて、そうだから松陰寺さんのサンライズアースとかサツキ賞は12着だから、いやもうあのね、涼しかったから刺されちゃった、そうなんですよ、今日はチームの逃げ切れ、うん、そうそう、これちょっと調子いいんじゃないかなっていうこと、ジャスティン・ミラノもあるかもしれないけど、まずははい、ラモス・ルイさんで出てねえんだよ、30メートル聞いてくたばってんだようわめっちゃいいじゃん、走りすぎたもん、来るよラモスさん、来るよ、来ないよ、来るよ、来ないよ、違う、なんだっけこれ、悪口言ったなって言って来るよ、怖いな、来るよ、じゃあ俺ビスマルクするか、ブラジルから来るよ、ビスマルクするで、うん、まあちょっと僕はじゃあシックスペンスで行きたいと思います、はい、私はサンライズアースでぺこぱの予想でございます、はい、これ当たったらもう、さあ皆さんはどう乗っかるか、そうよ、これ本当に当たったらすごいってなるよ、うん、俺いや本当に、はい、ぜひ皆さん、これか松陰寺さんどっちかに乗るか、はい、日本ダービー楽しみにしててください、はい、さよなら、パッパカパーン出走だ